の愉快な旅クラブ、旅は人生を豊かにする、ジャンボツアーズの提供でお送りします。スースーだーい、トンリアップスーン。ということで、はい、カンボジア8月の4日の木曜日の出発で、はい、今年もご用意できました。4泊たっぷりカンボジアで過ごしていただくコースで、3コースご用意しました。お願いします。メインコースはですね、ラグジュアリークラスのルーメリディアンアンコールホテルに4連泊ですしていただきまして、はい、遺跡に一番近いところにあるので、すごい、楽しいです。素晴らしいホテルです。プレアビビアの遺跡群、そしてアンコールワットとかアンコールトム、この世界遺産をたっぷり見ていただきます。そしてもちろん学校にも行って、いろいろ現地で高床式住居はなんであの辺りの熱帯セフリン地方に作られているかというのも、実際に我々学校を作ってあげて、そこに通う子どもたちと、家族たちがおもてなししていただいて、間近に見ていただける、はい、これは我が会社のツアーの特徴だと思います。交流もできるんですね。はい、そしてアンコールトムのお堀のところにゴンドラに乗っていただいて、時を遡るように夕日が落ちてくるときに、ほとんど 99% カンボジア行かれる方はプノンバケンの丘からこう夕日を見てるんですが、皆さん方はこのお堀をクルーズしていただいて、さあルーメリディアンコールに4連泊して129,800円という、もう本当に素晴らしい価格で作りました。さあもう一つは8月7日に、アンコールワットの遺跡のところをフルマラソン走りますね。かっこいい。一緒に残るじゃない、はい、那覇マラソンもいいけれどもさ、アンコールワットの遺跡を朝4時に出発と6時のスタートとあるんですが、6時の方はハーフマラソンなんだけど、はい、沿道を何万人という人たちがこのコースの、はい、参加のパスも80名様分ご用意できましたので、ぜひアンコールワットの遺跡を走る、一生に一度はこういう記念を、109,800円、世界一を走るんです、ね、はい、ハーフマラソン107,800円でいけます。はい、さあもう一コースはボランティアの方たち募っております。学校も最初に作った学校、2005年の11月に作ったんで、もう11年になってるんで、やっぱり熱帯セフリン地方の過酷な気候で、校舎の建物が少しひび割れてきたり、はい、こういうところを今回はペンキ塗り、そしてカレーもやっぱり600人分作りましょう。そしてカンボジアには残念ながら我々秋とか春に楽しむ運動会という文化がないんです、はい、この運動会をみんなでカンボジアの子どもたちと我々でやってみません、はい、そういうボランティアコースが、99,800円から、学生さんは97,800円からご用意したので、今回も夏休みカンボジアで楽しい思い出、そして記念なる思い出を作ってみましょうよ。この番組はジャンボツアーズの提供でお送りしました。今ご紹介しました魅力たっぷりのカンボジアの旅行説明会が本日5時半より開催されます。なんとカンボジアの、ね、チャーターで8回連続行っていただいている方がおられます、はい、すごい。毎年子どもたちの成長見たいんだって、いいですよ、お待ちしてます。お待ちしてます。